わくさ。はい、でもさっきあの自販機市場から帰ってきたんですけど、まあ今からちょ買ってきたものを飲みようと思います。どんなものを買ってきたというと、これですね。こちらになります。タガメサイダー。怖い。香る昆虫ってここに書いてありますね。どんなだろうね。でもまあ一応タガメエキス 0.3%、 まあ一応でもね、ここに特許登録済みって書いてあるんで、まあ飲めないものではないんだろうと。ただまあタガメが入ってるサイダー、見た目もなんかね、こう三ツ矢サイダーにこう似せた感じの色になってるんですけど、まあタガメってね、まあこんな感じの、このゴキブリみたいなやつなんですけど、なんかさっき調べてたけど、動物の森、新しい動物の森でもう出てくるみたいで、川でこうキャッチできるみたいな。4月からはね、取れる時期らしくて、皆さんやってる人は取ってください。まあレア度1って書いてあったんで、わかんないですけど、売り値も2000って書いてありましたね。まあとりあえず、いただきたいと思います。まあ、カメムシの仲間らしくて、カメムシの総称なのかな。すげえ臭い。うわ、臭っ臭っ。これはマジか。これくっす、ん、あ、違う、フルーツの匂いか。匂いどうすか。とりあえずちょっとなんかリンゴみたいな匂いするんですけど、これ美味しい。なんか普通にフルーツジュースみたいな。これなんだこれ。でも特別なんかリンゴみたいな味するんですけど、リンゴとかも書いてないんで、これがタガメのから出るフルーティーな甘さなんですかね。まあ、今度タガメ見つけたらちょっと取って食べてみたいと思います。ご視聴ありがとうございます。また次の違うものも買ったんで、それも違うところにあげたいと思います。それではまたバイバイ。なんか補足して説明しておくと、ここに書いてあるのが、まあ、昆虫は甲殻類、まあ、エビやカニなどと近い生物です。アレルギーをお持ちの方はお飲みにならないことをお勧めします。俺アレルギーじゃん。